はい、おはようございます。元山ナッキーナウトです。はい、今日もね、やっていきましょう。まあやっていきましょうっていうか、今日はねちょっとお知らせがあります。私は出身がソニーミュージックから、出身っていうのも変なんだけどね、ソニーにいたことがあります。でソニーミュージックグループっていうのはものすごく大きなね、巨大なレーベルなんでね、いろんな会社が実はソニーミュージックの中にはあります。アニプレックスとかもそうですね、 A1 とかね、クローバーワークスとかクワトロエとかリアルトエンターテインメントとかソニーミュージックパブリックシンクとか、M1 エンターテインメントとか、いろいろあります実は。で、ソニーミュージックレーベルスとか、あと、今ね私が仲良くさせていただいてるのはソニーミュージックアーティストってやつね。そこのね、新人開発部の中島くんから、お願いされて、今これね、ソニーミュージックアーティストが音楽オーディションを行いますと、SMA オーディションということで、こちら、宣伝、してくれということでお願いされました。で、バンドユニットグループシンガーソングライターシンガーエトセトラ年齢性別も応募締め切りは2020年2月の10日16時ということで、 SMA オーディションで検索してもらってもいいですし、こちらからね、そうこちらバーコードね、これで、はいはいはい、どうぞどうぞ、これで、はい、ダウンロードできたでしょうか。ぜひね、こちら、バンドユニットグループシンガーソングライター年齢性別もんということなんで、どしどし応募してみてはいかがでしょうか。はい、それでは今日はこの辺にしましょう。ソニーミュージックアーティストが音楽オーディションを行いますっていうお話でした。それじゃあね、バイバイ。